はい、戦国姫紀行、おなみ姫、この方はですね、まあ、お姫様なんですが、おなみ姫、なんかすごい優しい名前なんですが、実はですね、二階堂盛吉公の、正室でありですね、実は伊達春宗公の長女でもある、つまり生家は伊達なんですが、二階堂家に、まあ、政略結婚ですよね、嫁いだと。で、まあ、姫紀行としてもご紹介するんですが、まあ、実はこの方、いわゆる女城主でですね、戦国時代には女城主、織田敦也の方とか、まあ、実際戦った城主っていうのがいましたけども、この方もですね、まあ、一応1582年にですね、夫が亡くなり、その後ですね、まあ、出家はして大乗院と呼ばれてたようですけども、女性として、まあ、城主だったと。1589年、大体7年7年ですよね、天正17年までですから、一応女戦国大名というふうに、申し上げてもいいのかもしれませんけど、7年間もですね、まあ、そういった戦国末期にですね、末期というか戦国時代に、いたそういう女性の大名、女城主、女領主、井伊直虎もそうですよね、そういう方は多かったんですけど、もうこのことはあまり知られてなくてですね、まあ、ちょっと伊達家の出身ということもあってですね、まあ、二階堂家との関係もあるんですけども、まあ、当時須賀川城、要するに二階堂氏の立場というのが、まあ、ちょっと南には佐竹、北には伊達、会津には芦名と、先頭筋にはそれぞれ各大名、または今の浜通りですよね、海側の方には相馬家もいたと、まあ、非常にですね、ややこしいと同時に、非常に危機が迫っていたわけですよ。まあ、それでですね、盛吉公はですね、その おなみ姫が産んだ、まあ、後の盛高という方になるんですが、芦名家に、まあ、人質に出してですね、まあ、その安泰、家の安泰を図ろうと、まあ、要するに伊達から、姫を迎え、子供を芦名に、まあ、最初は人質だったんですけどね、まあ、結果養子になるんですが、そういうちょっと人事的にもですね、まあ、かなり苦慮していたと、要するに田村家もそうですけども、正大名はですね、この時代、まあ、伊達、まあ、もっと言えば山形、最上、それから、まあ、会津、芦名、特に会津、芦名ですよね、そういうこの地域での大大名に、まあ、屈するしかなかったわけです、まあ、もしくは提携というかですね、戦わないまでも、まあ、中立的な立場と、まあ、大内貞綱なんか特にそうですけど、まあ、寝返ったり寝返られたりとかね、まあ、畠山義次も、まあ、そんなような人だったんだと思いますけど、要するに皆さんがもう自分を守るのが精一杯な、で特に先導筋っていうのは中小大名がひしめいてましたんで、欧州広いんですけど、南欧州に関しては、まあ、伊達市と、まあ、芦名家が特に大きかったですけども、まあ、最後は、まあ、短い期間ですけど、伊達政宗がですね、会津領も治めて、まあ、南欧州のほとんどをですね、制圧してしまうんですが、まあ、それは結果なんですが、それまでにですね、まあ、石川氏にしてもしかりと、もう各大名がですね、この先導筋に、もう先導筋の群雄割拠ですよ。もう地図で示すとよくわかるんですが、まあ、それぞれがですね、敵、味方、横に、背後にと、後ろ前にと、背後に敵っていうのはよくあるんですけども、前も敵なんですよね、横も敵と、もっと言えば身内も敵と、もう本当に親族関係から話し出すと、もう先頭筋だけで、ここの戦国史っていうのが語れるんじゃないかと思うぐらい複雑で、しかも分かりにくいっていうことですね。ちょっと外来の私が言うのも変ですけど、なんでそんな親族同士で、ね、争っていたかという部分っていうのは、それぞれお家事情がありますし、まあ、伊達家、芦名家だけじゃないですよね、まあ、関東の武将である佐竹家もですね、まあ、後芦名に関わってきますし、そうでなくてもですね、やっぱり関東の武将とは言っても日立の佐竹氏というのは、まあ、北に相馬、まあ、すぐ上に白川雄貴氏とかですね、その先頭筋の大名たちも深く関わっていくと、まあ特に関東は北条が台頭してましたから、南に北条と、まあ、佐竹氏は佐竹氏ですね、日立にいたとは言っても日立の守護でもあったんですけども、まあ、それはそれでお家事情が違うんですが、まあ、上杉謙信の来航もあったりですね、西海側以外は全て敵という状況でもあったわけですよ、まあ、そんな中でですね、お互いに、こうなんですかね、弱いところっていうか、弱い大名がどんどん滅ぼされていくと、でそれを吸収して大きくなっていくと、どんどん配下に収めていったのが芦名盛氏公を始めた中興の祖に、迎えた、芦名家、会津芦名家、それと
まあ、米沢から移った伊達家ですよね。伊達晴宗、さっきも言った伊達輝宗、もしくはその後の伊達政宗と、伊達家が大きく船頭筋で進出してきますと。その中で本当に二階堂家というのが、もう滅んでもいい状況だったわけですよ。ところがその7年間も、